おはようございます。本日4月3日ですね。静岡県は朝霧高原オートキャンプ場に向かっております。はい、今日はあのケンキャンさんのね、ミニカーフェス、軽ばっかりが集まった、イベントがございます。めっちゃ楽しみでね、やってまいりました。ちょっと写真ねツイッターに出とったけど、もうめっちゃいい軽ばっかり。そうなんかね、撮ったけどある意味圧巻よね、軽ばっかりっていうの、すごいよね。はい、まあ、ちょっと楽しみなんで、はい、もう間もなく到着でございます。はい、おはようございます。もう速攻わかりました。はい、はい、はい、めっちゃ生きる。あ、おはようございます。なんで？K なんですけど。ありがとうございます。ありがとうございます。汗かいてるやん。暑いもん。うん。それ動きもあったから暑いもん。ここやろ。すごいね、これ。いくさん、ナース、ナース、ナース。あ、はい。これから登場しますので、皆さん盛大な拍手でお出迎えしていただければと思います。それではケンキャンのケンケンさんと山根ちゃんの登場です。皆さん拍手をお願いします。はい、ではこの後はケンケンさんの前から出ますのでお願いします。すみません、変なマイクで失礼いたしますけども、今日はね、あのすごい大変な時期だったんですけども、まあ、これだけ多くの方に、ね、ご参加いただいて本当に感謝しております。ありがとうございます。ありがとうございます。またね、ちょっとね、天候の方も、まあ、最初は雨で、ね、心配だったんですけど、この後はですね、解散となりまして、各自ですね、皆様交流を図ったりだとか、あとはそこにね、一応楽器があるんですけども、あの全く音感のない方でも叩いてるだけで綺麗な色が出るものしかないので、よかったらあの積極的にやっていただければなと。で、あとここが物販がこの後すぐ始まって、いきますと。なので、あとは18時まではですね、そんな形でフリーに動いていただければなと思います。キッチンカーが2台ある。2台です。こっちご飯、うん、ご飯カレーとか牛すじ丼、これ、あー絶対うまいと思うよ。手作りだ。肉巻きおにぎりとかもあるやん。あれ美味しそうやね。ほんまや。唐揚げ、ホットドッグ。スノーイチゴめっちゃ気になるけどな。あ、バナナジュース。ポテト。あ、ポテトね。もちもちなタイプの。焼きそば、焼きそばも。あ、悩むな。いや、やっぱ俺カレー行きたい。カレー行っていい？カレー攻めていい？おまきは？あ、いいですね。何味？いいじゃないですか。じゃあお昼ご飯いただこうかなと思います。カレーです。富士山ブランド認定らしい。富士山ブランド認定の肉巻きおにぎりのチーズです。これは美味しそう、ほんまに。チーズが溶けてめっちゃ美味しそう。はい、でもう今日は昼間からこれ飲もうかなと思ってます。そういう日です。はい、もちろん。もう知りません。知りません。何が？絶対美味しいよ、このカレー。いただきます。安い。うん、めっちゃ高いやろなっていうイメージだったけど、普通に500円とか、すごいね。すごい、こんなに経験を見ることがほんまにないから。経験ってそんなに遭遇せえへん。あー、すごい。あ、落語のゾーンですね。あ、ヘクさんですね。しっかり飾
ってしっかり飾ってんな。はい。書いてるね。あんなおっさんが乗ってると思えんやろな。すごいね。すごいですね。素晴らしいですね。なるほどね。ああ、はいはいはい。おお。おるね、いろいろ。すごいな、みんな。あ、ここでいろいろ。あ、シルクも意外とおるかも。なんか向こう、あ、結構おるやん。あらあら。どうもです。まあ、どうしてはんやろな。今言うてたでしょ。ケル何台おる？今のうちだと奥のトランスフォームしとったんと、2やろで3、4やろと2台やろと、うちと向こうにトラベルハウスとその手前のちょっとおしゃれなやつと、7台ぐらい。7台ぐらい。あ、じゃあゴンダマンさんが見てきた。あ、そうやな、8。多い方やな。あ、J キャビンにも。ああ、そうやね。あるもん、まあ、知るやもんな。うん、10台ぐらい。ミニポップも。そう。B じゃなくて。あ、そう。10台超えてる。10台超えてんな。あれもどれかで知るよね。うん。うん、なんか食べたいわ。なんか食べる？いいの？お金持ってきてないから。ああ、取りに行こう。皆さん、こんにちは。山本でございます。中央広場ではみんなで楽しく座談会を開いておりますので、よかったら遊びに来てください。ありがとうございます。あのその際はぜひ椅子などを持ってきていただけたら座れます。突然なんか急に心折れる。終了。頑張った、頑張った。隊員お疲れ。お疲れ。帰るぞ。隊長お疲れ様でした。お疲れ様でした。隊長お疲れ様でした。すいません。隊長ありがとうございます。鳥で巻き込んで。いやいや全然全然構わないです。夜も更けてまいりましたね。はい、暗くなってきたね。なんか別に緊張するって言ったけど。なんかまだケンキャンさんら向こうの方に挨拶行ってるらしくて、でまだ明るいから、うん、もうちょっとしてからみたいな言ってましたね、うん、はい、金数夫婦さんどうも。どうもこんばんは。こんばんは、どうもです。いつもお世話になっております。なんだそれ。今日はね、金数さん、まあね、乗ってはるのがいすずのこもちゃんやけど、いや、あんま言っちゃダメですよ。ドーンと言っちゃった。本当本当コモとか見せなくていいですからね。本当にいいですよ。だる。まあ今日はね、一応このバンガローさんの方に、はいはい、泊まる感じで。泊まるということなんですが、はい、ま鍵も開けてなければ。中も確認してません。まあまあそういう人もいますよね。ギリギリまで楽しみを取っておく。まあまあいいと思います、いいと思います。いいと思います。まあまあ僕は多分そのまま開けず車で寝るんやろうな思うけど。まあそんな感じで、うん、今日も一日楽しんでいきましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。さよなら。ただLED ついた時に何か手が空いてる方は拍手でもいただけたら、桜でもいいのでお願いします。ちょっと思ってたよりしょぼかっても拍手をお願いしますね。じゃあ行きます。せーの、おー、拍手。あ、いい、この上に置きたいな。待っててじゃあタノさんの街だから何を伴奏街だ。今伴奏街ですよ今。なんかアナウンサーしてました。呼び出しを。これに合うのは難しいよね。踊れ
はい、それではね、抽選会の時間になりましたので、これからヤマメが、予約番号の入った、箱を持ってますので、これを引いて僕に渡します。僕が読み上げますので、まあ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 終わったわ。ヤマメビスコゲット、ヤマメゲットならず。ティッシュは帰るの？いや帰ります、帰ります、帰りますよ。なんで？あとは全フィールドのあの掃除が、ああ、そっか、ちょっと昨日迷惑かけましたからね。俺だけリアルや。すいません、ありがとうございました。めちゃめちゃ楽しかったです。またぜひ、はい、また明日。じゃあ、また明日よろしくお願いします。はい、早い、受け入れが早い、受け入れが早い、諦めがちょっとあった。じゃあ、ありがとうございました。旅気をつけて。ありがとうございます。またどこかで。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。あ、小橋さんが、ありがとうございました。ありがとうございます。ありました。楽しかったね、本当にいいイベントでした。いや、本当に本当に、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、ケンキャンさん主催のミニカーフェス、めちゃくちゃ楽しかったね。そう、K ばっかりっていうのがすごすぎる。いや、もうたまらんですよ。ある意味圧巻です。そう、ほんまに良かったです。しかもちゃんと、なんていう、写真元、レジストロとかミスティックサンゾーンとか、そうエブリーゾーンシェルゾーンって分かれとって、いや、すごい良かったよな。もう終始、そう、終始テンションが上がってめちゃくちゃ楽しかったです、ね、はい。ちょっとね、夜もね、みんなでワイ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 できて、すごい楽しかったですね、はい、なかなかないもんで、K のいうオーナーさんと。そうそうそう、そうなんですよ。で、やっぱね、来られる方の層が、当然 K やから、一人とか二人で楽しむ方がやっぱ多いから、ソロとか、そうそう、ソロとか、ワンコとかが多かった。そうやね、だからなんか、あんまりこう、子供さんとかはそんなにやっぱり ね、おらんかったけど、まあでも良かったです、めちゃめちゃ楽しかった。楽しかったね。ぜひ第2回を。あ、もうやりたいです、やりたいです、やりたいです。やりたい、行きたいです行きたいです。まあ僕たちもね、なんか、まああんな規模は全然まだまだ無理やけど、ね、まあゆくゆくはね、そんなこともできたらなとか思いつつ、なんかそういうのもちょっと思いを馳せながら、はい、楽しませていただきました、はい、ほんまに良かったですね。次いつどこでやっても飛んでいく、ね、行くね。これはちょっと楽しいね、ほんまに。そんな感じでね、はい、また引き続き、はい、旅の方も楽しんでいきたいなと思います。はい、はい、ということで、また次回お会いしましょう。さようなら。